英語には日本語にはない特有のリズムがありますここでは英語と日本語のリズムの違いを簡単にご紹介しますこれからリズム遊びをしましょう手を叩いてね Ready, Go! こんな感じじゃあ一緒に手拍子 Ready, Go! もう一度。Ready, go. Good job. とっても上手。では、このリズムに合わせて日本語で猫と犬と言ってみましょう。Ready, go. 猫、ね、と犬。いぬ Fantastic. このように日本語は「ね」「こ」と「とい」「ぬ」のように一つの音で一拍一つ一つの音が同じリズム同じ強さで発音される強弱の少ない穏やかなリズムです今度は英語のリズムです。まず私の英語を聞いいてくださいね。 cat dog. Cat, Dog じゃあ一緒に。Ready go! cat dog. cat dog. それでは and を加えてみましょう。聞いてね。cat and dog. cat and dog. じゃあ一緒に。Ready go! Cat and dog, cat and dog. 不思議でしょ？なんと and を加えても英語のリズムは変わらず cat と dog に脅迫がきます。次に a を加えてみましょう。聞いてね。A cat and a dog. A cat and a dog. じゃあ一緒に。Ready?Go!A cat and a dog.A cat and a dog.You're fantastic! またまた不思議。あを入れても英語のリズムは変わらず。Cat と Dog に脅迫がきます。ね。 子、と、い、ぬこのように日本語は一つ一つの音が均等な速度同じ強さで発音されます。ですから音が増えるとどんどん拍も増えていきます。今度は英語のリズムです。cat, dog, cat, dog, a cat and a dog, a cat and a dog. 通常弱く発音される「え」や「and」などが入っても cat と dog が強く発音されるリズムは変わりませんまた間に挟まれた弱く発音される「and」と「え」はつなげて話されてしまいますこれが英語のリズムですヤマハ英語教室のレッスンでは音楽を使って楽しく英語のリズムを身につけていきますよ。